今週の USN レポートはインターナショナルレストランフードサービスショーの模様をお送りいたします。今週3月9日から11日の間、ニューヨーク市内のジャビッツセンターにてインターナショナルレストランフードサービスショーオブニューヨークが行われました。会場には世界各国から新しくかつユニークな食材がお目見えし、さまざまなスタイルで食のプレゼンテーションが披露されました。今年のフードショーへ足を運んだ来場者は昨年と比べ 14% 増加したとされ、新しい食材に敏感なバイヤーやシェフをはじめ、あらゆる食の通たちが舌をうならせていました。会場では実況しながら料理をしていくデモンストレーションや、ピザのクラフト作りのチャンピオンたちが華麗な技を見せ合うショーが行われ、行き交う来場者の目を楽しませていました。中でも注目されていたのが日本食ブース。昨年同様、ジェトロ日本貿易振興会のバックアップによって、日本各地の特産品など世界を見据えた日本食が国際都市ニューヨークで発信されました。まずは日本ではおなじみの緑茶、佃煮、長芋、そしてこんにゃくチップス、味噌汁のディスペンサー、日本ではまだ未公開の商品などもありました。さて、来場者の反応は？ Yes. It was very good. It's very good. I'm not a beef eater. It's very, very tender though. Tender? Yeah, it doesn't have a beefy taste. Okay, thank you. Very nice. Oh, thank you very much. ニューヨーカーのこの味噌スープディスペンサーについての、評価、評判などはいかがでしょうか？評判はですね、大体こちら関心、興味を持っていただく方はレストランのシェフですとか、オーナーさんですとか、もしくは各食カフェテリアの方々なんですけれども、今までこういった商品がですね、アメリカになかったんで、とりあえず一目通していただくと必ず興味が湧いてきて、いろんなことを質問されてきます。はい。ニューヨーカーの反応はいかがでしょうか？思ったより皆さんが美味しいって言ってくださるので大変嬉しく思ってます。今回のこのフードショーに期待することは何でしょうか？はい、シェフの方がこの長芋を好きになっていただいて、そしてメニューで出していただくことによって、アメリカの方々もこの長芋を知っていくっていうようなプロセスで広がっていけばいいと思っています。先ほどニューヨークのために作った味噌のソースがあるとおっしゃっていましたが、それを作った目的ですとか経緯、または今後の考えをお聞かせください。ハチミツ 100% を使ったソースを作りました。これはこのままかければ豆腐に使える、このままかければ、とんかつに使える、あるいは野菜のドレッシングに使える、こんな風に開発する。ただこれはまだニューヨークだけです。日本でもまだ販売していません。ニューヨークでいいよ、まずニューヨーカーの人たち、特に日本ここにいる日系の方たちに召し上がってもらって、これがハチミツなんだということを知ってもらうと、その人たちからまた普及できるだろうと、そんな思いも持って作りました。ありがとうございました。はい、ありがとう。国際的な食の祭典、ニューヨークフードショー。 USN ではこれからも楽しい特集を皆さんにお送りしていきます。さて、今回フードショーに出展した業者さんよりUSN の視聴者に向けてプレゼントがあります。詳しくは USN ホームページにアクセスしてみてね。